はい、やってきますかね。まあ、テンションは低めなんですけど、多分南国に行けばテンション上がってくるんじゃないかなと思いますね。まあ、そうや、2の2にさ、もうテンション上がった。南国の2の2にさすがプラチナスターゲットしたシェフですねってコメントいただいてました。ありがとうございます。南国の方に？南国の方になんや。で、南国じゃない方の2の2に、なんやろこれ。あ、じゃあ南国じゃない方の2の2の2人用に、危ない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 、ニューゲーム危ない、また間違えたかった、本当に続けるっていうのがややこしい。2の2、南国じゃない方の2の2の2人用に、そんなシンクロされたら怖いですよね。あ、そう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 、ありがとうございました。あ、それは覚えてます。ただ、さすがプラチナスターゲットしたシェフですねとか、一人二役ですねとかをちょっとよく覚えてないですね。僕どんなことしてましたっけね。そんな感じで南国、むっちゃんだから2の3と2の4が南国じゃないステージやったんですよ。なんか、あ、いい感じでボケてますけど、あっち側の風景が。このなんか南国じゃない風景やった、風景じゃない、うん。やったんで、ちょっと2の2を忘れてましたけど、どんなやったっけ2の2って。こっちちょっと見てみましょうか。ここ。あー、これ、ね、滝のやつ。つらい、あれ滝じゃない、川か。で、ケビンが出たと思うんですよね。ケビンがあったんで、ケビンの初見を行こうっていう動画なんでしたね。そういえばすいません。ケビンどこに出た？すごい遠くに出た気がする。なんか、あったあれ。ちゃちゃちゃ、これ王や。王とケビンを一緒にすんなよ。ここは王があって、やっぱ3までしかねえんかな。こういう風景見ると。ケビンどこや？あれ？ケビンない。たくさんの人のコメント、それ以外のコメントもいっぱい。あっ、え？こんなところに出るの？これ何で出た？2の何で出たんやろ俺。2の2かなんか3かな出たのに、なんか1の4で出たみたいなところになってますね、これ。はい。じゃあこれの初見を。長え始まり。なんでこんな長かったんやろ、ごめん。うん。あれを見せたかったの。王の座行けよっていう、戻りの、あれを。あとテンションが低かったの、俺の。220点。うん、ベルトコンベヤーがあるとこにプールがある。あ、ちゃんと南国風やね、こっち側戻ってくると。2の3とかまで行くとちょっとね、なんかハワイでもこんなとこあったのかみたいなことになってるんですけど、作るものは日本やなぁ。あれ？音楽も懐かしい。切ってないな。あれ？何ここ、どうやって乗るのこれ。ちっちゃ。俺このね、実は俺この音楽結構好きなんですよ、俺。どうやってやるねこれ。あ、いた。あ、これか。あ、こうか。あのね、ちょっと話しながらできないんですけど、音楽が好きなんですよね、結構このゲームの音楽。結構秀逸だと思うんです、全部。けどこの音楽さ、南国って全然違う音楽やったのにさ、この音楽ってさ、あの、南国じゃないとこにある音楽を南国にアレンジしたっていう、このアレンジって初めてじゃない？アレンジ初めてやよね。それ好き。しかもこのね、この音楽はね、このミキサー使って下のカーペットがこんな色のとこで、そこはちょっとわからんけど、やった記憶があるんですよね。だからすげえ覚えてる。覚えてるっていうか、統一性がある。でもこれどうやってするやろ。なんで下手や。引っかかるやん、これ。あのベルトコンベは何のためにあるんやろ。あそこでシャーって流してあげるんか。じゃないと取れんわな。むずい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 。急にむずくなった。そっかそっか、そういうことか。こいつが、もうちょっと早かったけど。こうね、こうね。で、この人が皿をこう流してあげる。流してあげんでいいよ、こいつ、こっちやん。皿を俺が流してあげるやん、これ。魚があるわ。魚はこい。これ置いといて、これ、おっそ。これをこう、この流れで、あそこにあるやつ取れねえ。またちょっと新しいギミックやな、これ。また新しいギミックを見ましたわ。これ取れねえじゃなくて、投げればいい。全然投げればいい。皿だけがあれか。皿だけがあれや。ね、何の面に何のギミックが新しく出てきたかのまとめをまたブログに書こうと思ってまとめたんで、まあ、もしよかったら見といて
まだ公開してないんですけど、うん、一つ一つちょっとずつ変わったりメニューだけが新しくなったりとかいろいろあるんですよね。そういうのちょっとまたやりたいなと思います。はい、200、いやアレンジいいね。この曲だけのなんかあれないかな、サントラみたいなの作るか。だって自由に使っていい。これミサノムさん、これはここで洗っとけよと、俺のやつはこっち置いとくよと。洗うのちょっとこっちじゃない、あれどこ洗うの、水鉄砲もしかして、水鉄砲また、あれ乗ってねえし火に。水鉄砲どこ、ちょっとすっげえ下手、どうしようこの遅さ、走るボタン念かって思って。水鉄砲どこや、ないやん、本当にないな今回は。本当に、あ、ちゃ真ん中にあるやん、どうやって乗るやんそこ。あ、乗らんわ、何やってん俺、新しかったら全然対応できん人やん俺。ここやん、22秒って220点もいけんがな。あー、クソやった、またクソやった俺、難しいわ、こんなに床に置いたことないがな俺。あー、皿持ってね、むずい。そうか、そうですか、0点、ぴったり0点っていうのがすごいでしょこれ、逆にすごいよね。ちょうど帳消しにします。ちなみにこのさ、ちょっとした音楽が残ったままバイトの家行ってるんですよね。あの、このままスイッチ切っていくと、バイトの家って立ち上がった時にちょっとここが立ち上がるじゃないですか。その時にこれ、あ、音楽違うって分かるぐらいバイトもやり込んでます。あ、そうそう。また次の回に話しましょう。